春からメロディーが変わります。東京メトロはこの春から日比谷線銀座駅の発車メロディーを石原裕次郎さん、牧村純子さんの銀座の恋の物語に、日比谷線秋葉原駅を AKB48 の恋するフォーチュンクッキーに、千代田線乃木坂駅を乃木坂46の君の名は希望に変更します。今週はこの春から3つの駅で新しい発車メロディーを導入する東京メトロ広報部の松崎博さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。また3つの駅で新しいものが導入されるということですけれども、はい、1月20日に発表させていただきまして、はい、もともと2008年にですね、副都心線開業した時から始めてるんですけれども、いわゆる皆様がよく知ってる曲っていうことでいくと、2012年のですね、銀座線の一部の駅からという形になっておりまして、今回はそのシリーズの中で、今回3駅という形で導入するとなりました、はい、3駅今ご紹介しましたけど、アイドルの曲が入るなということ で、ね、はい、びっくりしましたけど、はい、今回はお客様アンケートということをちょっとやらせていただきまして、昨年 の夏秋にかけてですねやらせていただいたんですが、なんと1万票ほど、お客様から集まりましてですね、で、その中 の6400票余り、6割以上ですねが、先ほどの3曲のうち、乃木坂駅の、乃木坂46君の名は希望に集中したと、いうことで、ファンの団結力はすごいと、6割がその曲に集まったんですね。今日はちょっとその実際の音源ですね、はい、ご紹介できればということで音源もちょっとご用意しているんですけれども、はい、特別にお持ちいただきました、はい、これはですね、実際に乃木坂46の流れてますね、実際にこれは、A 線の方なんですけども、はい、乃木坂46のメンバーの、生田絵梨花さんってピアノのすごい上手い子がいるんですが、はい、彼女が実際にピアノを弾いて、それをそのまま収録ということで、メンバーが実際にこの曲を弾いたものが流れる、そうなんですね、向井さんが演奏してるわけではありません、うん、こちらお写真いただけましたけど、はい、今写真出ておりますけど、はい、彼女が実際にスタジオでレコーディングした、それが音源になっているということですね。これはファンは嬉しいでしょうね、殺到されるんじゃないか。B 線の方も流れますかね、はい、あ、これも、そうですね、メンバーが、はい、今のが、B 線だから、ね、北千住方面、そうです、でさっき流れたのが、代々木上原方面という、どちらも、はい、実際に収録した生のものということで、はい、これが、今年の春からと、いうことで、まだちょっと日付未定なんですが、千代田線乃木坂駅で流れる予定となっております。で、残りの2駅ですね、はい、秋葉原もと銀座に関してはですね、日付はちょっとまだこれもまだ不明、はい、未定なんですが、春から近くということですね、近く投入される予定ということで、はい、どうですかね、こうなんか最近この発車メロディー、新しくなる駅の話題、たびたびご紹介してますけれども、はい、なんか気になるところとかありますか、発車メロディー、発車メロディー自体今は、銀座線と丸の内線と東西線と、はい、から有楽町線、副都心線、 あと南北線にも入ってましてですね、全部駅発車メロディー入れちゃうのもね、なんかね古いのも残してほしいって思うのもあるんですけどねそっちですか。そうですね、特にずっとメトロの場合は同じ音使ってる中で、半蔵門線の表参道と茅場町がなんか違うメロディー使ってましたもんね。表参道と茅場町ですか、が普通の発車ベルっていうか発車ブザーと違う音使ってたんで、そういうのとか残ってる、残しなんかどっかで残してくれると嬉しいかなっていうと、あと旧型のね、メロディーとかをどっか一個一個だけ残しておくみたいなね。これは、そうですね、今後全駅、全路線全駅に発車メロディーを入れていく予定になっておりまして、今のうちにぜひお楽しみいただければというふうに思っておりますけど、北綾瀬ぐらいだったらなんとか北綾瀬ぐらいだから言わないいや、なんか一番なんかごまかせそう、なんか秘境駅っぽい感じって言っていいかどうかしいですけど、いや、駅ですし、はい、これ貴重なご意見として、そうですね、一つなんかちょっと特殊な意見かもしれないですけど、これはあれですか、やっぱり親しみを持って駅を利用してもらう、はい、やっぱり地域にゆかりの曲ですとか、やっぱりその地域とのおなじみの、曲だったりとか、そういうようなことで、今までも決まってきておりますし、今回はファン投票でということで、ファンというわけじゃありませんね、お客様投票ということで、はい、ということで、やってですね、よりお客様に喜んでいただける形になっているんじゃないかなというふうに思います。面白いですね、発車メロディー、昨年そうですね、東西線の、ね、はい、メロディー導入なんかもご紹介したんですけど、東西線はですね、ちょ
ちょっとここにちょっとお持ちしてあるんですけれども、はい、東西線の発車メロディー、CD 化されておりますけれども、はい、これは皆様も説明不要の向谷実さんが、はい、演奏されましてですね、発車メロディーコレクション、そうですね、発車メロディーコレクション、落合から西船橋間ですね、はい、こちらの発車メロディーを全駅向谷さんが、作曲、で、一部ですね、九段下と日本橋に関してはおなじみの曲ということで、うん、入っておりますけれども、それ以外は全部向谷さんが作曲と、これつなげてきてるんですよね。そうですね、向谷さんのも最近の必殺技ですけれども、必殺技、どちらかから順々に聞くと一曲になると、うん、A 線から聞いても B 線から聞いても、うん、ちゃんと一曲になっていると今ちょうど流れておりますけれども、はい、これがつながったやつを実際に生演奏ということで、もともと発車メロディー流れているやつはシンセサイザーで打ち込みですけれども、はい、流れているのは実際に生ドラム生ベースという形で、生演奏ものということでやってますね。こちらも購入できるんですね。そうですね、こちらは東京メトロのですね、メトロの缶詰という通販サイトでも買えますし、はい、もちろんいわゆるアマゾンとか、ね、そういうところでももちろん買えるというようなものになっていますので、はい、ぜひよろしければと。はい、またメトロさん、たびたびイベントもされてるじゃないですか。そうですね、はい、ちょうどですね、ついこの間の12月にですね、はい、この発車メロディー、東西線のやつですね、うん、記念しまして向谷さんバンドに銀座駅のですね、銀座のオアシスって場所があるんですけれども、はい、そちらに出演していただきまして、これがその時の模様ですね、後ろのステンドグラスが平山郁夫さんがお作りになった銀座のオアシスということで、非常に綺麗な場所なんですけれども、そこに生のミュージシャン向井さんリーダーとしてですね、入っていただいて、実際にお客様を楽しんでいただくと。この時も演奏されたんですか。そうですね、やっぱりこの東西線発車メロディー、記念ということでございますので、もう今回の曲はもうバッチリ演奏されてですね、はい、これは無料で ね、 そうですね、聴けるイベントということで、はい、話題になりますかね。そうですね、向井さんも登場されて、今ノリノリで演奏されてますけどねもうすごいですよね。これ2004年東京メトロが民営化したタイミングからですね、メトロミュージックオアシスという冠をつけまして、銀座駅でライブやってまして、ちょうどこの向谷さんの回で60回、一番直近で61回まで、来ましてですね、大体年に6、7回ぐらいのペースでフリーライブということでやっております。これもまたね、今回も発車メロディ記念ということでしたけれども、まあね、はい、ちょっと都会のオアシスということ で、 そうです、ね、はい、今後ももちろん続けられていくんですよね。だいたい年6、7回ぐらいで、いろんなジャンルの方、いろんなアーティストの方が、いろんな形で演奏、はい、していただきますので、これどこかでお知らせされるんですか。そうですね、ホームページですとか、リリースとか、あとツイッターとかですね、いろんな形でお知らせさせていただきますので、はい、公式の情報をチェックしてください、ね、はい、なかなか今フリーライブって非常に少なくなっている中でですね、私もまだ小さかった頃、銀座とかでよくフリーライブあって、はい、FM とかでよく流れてた時代ありましたけど、今そういうものがないので、それを東京メトロが引き継ぐみたいな形でですね、文化を発信できればいいなというふうな思いでやっております。はい、それでは最後に全国の鉄道ファンの皆さんに、はい、佐々木さんからメッセージお願いします、はい、東京メトロの方ですね、2020年に向けましてですね、東京メトロの魅力発信プロジェクトということでですね、沿線地域との連携、それから東京楽しくということでですね、いろいろやっております。その中で東京の魅力、そして東京メトロの魅力をですね、ぜひ存分に楽しんでいただくために、このコンサートもそうですし、発車メロディーもございます。いろんな形で東京メトロを乗りながら楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今週のゲストは東京メトロ広報部の松崎博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。